はい、どうもー、バイ、はい、はい、どうも、楽しい美味しいご飯の時間ですよ。今日はですね、今日はカニ鍋ライブの次の日です。カニ鍋ライブの次の日です。いい出汁出てるから絶対使った方がいいんじゃないのって、それ確かにそうですねと、確かにそうですねということで、やりますよ。で、ちょっと汁だけじゃ寂しいなと、出汁出てるといい汁だけじゃ寂しいなってことで、具が欲しいなと思いまして、カニカマ1パック出しちゃいました。カニカマ1パック出しちゃいました。で、本日のお米はこちら、山盛りにしてありますもち麦ご飯です。もち麦ご飯で玉いきます。ちょっと多いかな。ちょっと多いかな。ちょっと多いのかな、これ。ねえ。これちょっと多いんでしょうか。しゃあ、そっか、汁も吸うから。そのこと考えたら、ちょっとこれ水も足したんですよ。ちゃんと水も足してはあるんですけど、にしてもこれ、にしても多いか、やっちゃったかな。あんまりか、これはあんまり多すぎるか。卵入れます、ちゃんと。いや、そうかねじゃないな。どうかね、これどうすかね。どうでしょうかね、これは。やりすぎちゃったかな。これもうすぐ卵入れていいんだっけ。卵がすぐ入れていいんでしたっけ、これ。ちょっと熱々にしてからじゃないの、これ米入れてからね。でもそしたら米がふやけすぎるのか。まあちょっと飲もう。本気にです。乾杯。真です。真本気にです。いただきます。あれ、引き止まった。ああ。引き止まっちゃった。ガス取っとこうよ。はい、ごめんなさい。ごめんなさい。ガス取ってきました。火つきます。いや、これやっぱ汁少ないな。汁少ないな。もうちょっと早めに行こうか。卵溶きます。卵2個です。箸持ってきてないか。これで、あんまり混ぜすぎないとは言いますけれども、確かはい、あっし、これこそマサギアですよ。もう今の時点でマサギアですよ。君いいね。ちょっとだけこうして、ちょっとだけします。ちょっと、本当はサウナっていうの聞いたことあります。火強す。一回蓋する。蓋しなくていいんじゃないの、これ。一回蓋します。こんだけだったらガス取ってこなくてもよかったんじゃないのね。どっくりこれやるんだけど、いや全然意味ないでしょ、これ。十分でしょ、これで。ねえ、そんな持たなくていいでしょ。いいよね、最初のかき混ぜがいらなかったって言われる。まあいいや。あー、お腹鳴ってるよ。
お腹鳴ってるよ。お腹鳴ってますよ。わけぎです。乾燥されたわけぎです。最高じゃないですか。最高じゃないですか。よし、落ち着いたよ。落ち着いたよ。グツグツ言わなくなってきたよ。さあ行きましょう。こりゃあなた、わい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 、こりゃ美味しそうだ。こりゃ美味しそうだ。こりゃ美味しそうだ。いいっすね。いや、いいっすね。はい、あ、はい、できましたよ。いただきます。これは美味しいでしょ。ああ、最高じゃない。最高じゃないの。あ、このもち麦ご飯もいいわ。いやー、これ食べるとまた昨日のカニ鍋の美味しさを思い出すね。あー、あー、おいしい。カニとかも、あー、ダブルのね、卵もまだいい感じだ。で、カニカマを足してますからね、カニカマを。カニカマ、うどんが、うどんがまだ、うどんがまだ残って、昨日の。ああ、あっこい。相当な量だな。ご飯が多かったな。ご飯が、雑炊とか言うけど、これ炊ないわ。俺雑しかない。雑、雑しか。うん、本当はこの汁で豚肉でも炊いて卵だしにして丼にかけようかなと、丼にしようかなと思ったりもしたんだけど、したんですけどね。そういえば鍋の後のこの締めの雑炊的なものって僕って全然しないなと思って、たまにはいいかなと思ってね、やりました。あー、こんにゃくいた。美味しかったね、昨日のこんにゃく。はい、こうかな。あー、お腹が鳴ってるわ。お腹が鳴ってる。あ、これ椎茸のね、入れてますから、これも昨日から。最高だ、最高だ。これもどんどん食べやすい温度になってくるでしょ、冷めて。そっからもう早いですよ。まだちょっと熱いかな。まだちょっと熱いかな。熱そうだな。美味しいけど熱い。
あんだけの大量のカニだったからね。だしもたっぷり出てるわ。うん、ああ熱い。去年の話なんですけど、あっつ、今のね小学生たち中学生たちの給食はどんなの食べてんだろうねと。地方によってはその町地方地方の特色を出したすっごい豪華なのとか、そんなの食べてんのみたいなのが出てるっていうのをテレビでも見たことあるし、どうなんだろうねって話をしてて、動画でよ動画で。与論の島の子供たちは今何食べたんだろうという話をしたんですけど、それで、ああこれ本物のカニだ、本物のカニ昨日戻した、見えないか、うん、あら美味しい。あでもカニくんも負けてないよ。そうだからそういう話をしてて、それで姉妹暮らしてる同級生にどうなってんのって聞いたら、力ですけど写真送ってくれたんですよ、写真。その家に配られてくる献立表の、それを見たらね、やっぱり若干変わってるところもあるし、こっちに上げた方が冷めるから、上げた方が冷めるから、あしっかし欲しいなその変わってる部分もあるし、これどういうことだろうっていうのもあったんですよ。それね、今これ見てるんですけど、五目きんぴらとご飯とどさんこ汁とかマミナチャンプル、これ少なめ、これなの親子うどんとかみかんとかいいんですけど、この少なめご飯っちゅうのがあるのよ。普通のご飯とかご飯とかご飯とか、あとターメリックライス、ひじきご飯、あれパンないのか、あったわパン、米粉入りパンかなとかあるんですけど、そうそう少なめご飯っていうのがあるわけ、少なめご飯。これどういう風にしてんのかなと思って、パックご飯みたいなやつって昔はあったけどさ、僕らの時代の銀色のやつに、僕らの時代って僕らのもう小学1年ぐらいで亡くなったと思いますよ。その先は違ったんですよ、普通にこうやって継ぐイビラしゃもじでこうやってやるあれだったんだけど、またパックご飯みたいなやつに変わったってことかね。少なめご飯なんて、これじゃないと調整できないでしょ。それか全体の量を少なめに、でっかいあれに昔はこうやって入ってきたけど、少なめに入れてきておいて、こう調整して分ける、そのみんなで分けてやるっていうのの修行というか練習というか、そういうのの能力の開発みたいな、そういうことなのか。少なめご飯っていうのがたまにあるんですよ。グリーンサラダ、コーンライス、でもこれパンが圧倒的に少ないな。米粉入りパンの時はブルーベリージャムだね、これ。この時はレンコンの南蛮煮かな、これは。かき玉、かき玉汁、あいいね。ジューシーフルーツ、ウインナーピラフ、
パンが圧倒的に少ないぞ。あ、そういう方針でやったのかな。さつまいものリンゴソースがけデザートか。シイラの、あー美味しいだろうなこれ。シイラの梅だれかけ、うわい食べてみたいなこれ。シイラだって、シイラすごい美味しいんですよ。美味しそうだな。でもどうしてんだこのスカメご飯は、ほんと気になる。それにパンがもう全然ない。ラ・フランスゼリーとか、なんか懐かしい。あ、ないな、そんなの。梨のゼリーか。ごまドレサラダ、ご飯、切り干し大根の煮物。あ、なんかよろん、よろん、よろん島煮物かな、なんかわかんないわ、見えないわ。いや、非常に美味しそうではあるんだけど、パンが少ない。このじっくり見てなかったから。こんなにパンないんだ。あ、今そうなのか。今そうなんですね。他の地域では分かんないですけど、世論はそうらしいですよ。パンが少ない。たまたまこの月だけかもしれないですけど。いや、そんなことないでしょ。多分僕らの頃は交互か、いや、そこまでいかないか。でもパン結構ありましたからね。うん、パンの日はもっとあった。それに今カレーなかったんじゃない？カレー月に1回ぐらいあったと思うけどな。小学生、中学生の頃が給食だったんですけど、今考えるとですよ、例えば小学校1年生でもエビフライ1本、中学校の1年生で、あ、3年生でもエビフライ1本だったような気がするんだよ。そりゃ中学校3年生足りないよな、あれね。米の量とか増えてたんでしょうけどね、人数分の割り当てがね。でもメインの、例えば鶏肉のケチャップ和えとか、あれなかったな。鶏肉のケチャップ和えとか、あれ一人1は1ですからね。そう考えると、ちびっこであればちびっこであるほど、こう贅沢な感覚っていうか、大満足のご飯食べたことになるね。給食っていうのは。うん、あー、しいたけおいしい。あ、意外に早いな、意外に早い。多すぎるかなと思ったけど、意外に軽くいっちゃうんだ、さらっと。いや、知った方がいっちゃうのこれ。よし、はい、すくいきれんね、これじゃ難しいね。このさじでやりましょうか。じゃあ
はい、こうやって残さずいきますよ。残さず、あの給食の鶏肉のケチャップはまた食べたいな。あとメルルーサ魚ね、マヨネーズ和えみたいな、マヨネーズ焼きみたいなのがあって、お前こっちにいるかね、一人、あれも美味しかったんだな。でも 今見たらシイラのやつなんて昔はなかったからね。シイラは絶対美味しいでしょ。あれが地元のやつを使ったやつなんだよね。あ、すみません、あれが地元のやつを使ったやつなんでしょう。でもシイラは大賛成。うん、シイラは僕も大好きです。刺身も干物も美味しい。シイラはちょうどいい温度。うん、これもち麦ご飯ですかね。またプチプチして美味しいわけよ。あ、うん、カニだ、カニだ。思ったよりもペロッといきましたね。ペロッと、あーあー、いや本当にいい出汁で出た。あきゅー、昨日の鍋の大活躍の後のさらに大活躍、大活躍、もち麦ご飯を入れて、今日もとても美味しかったです。ごちそうさまでした。おい、また明日。